りました。改めまして和田アキ子です。日本放送垣穴忠です。アッコのいい加減2000回日本放送の制作でお送りしています。この時間からは新越放送新潟放送でお聞きの皆さんにもお送りします。はい、よろしくお願いします。12時50分頃のクイズ和田オネアのコーナー、電話に出てクイズに正解されると1万円が当たります。出場ご希望の方はメールとファックスにはお名前住所そして電話番号を忘れなく、ラジコで聞いている方はラジコで聞いていますと一言書いておいてください。受付電話番号は東京 03-3211-3222 です。ファックスは 0570-021242、 そしてメールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com でお待ちしております。そしてスタジオには引き続き今年の箱根駅伝で3連覇青山学院大学陸上競技部監督原進さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。もうね、はい、もう私が聞くと唐突すぎるからははリスナーの皆さんから あの質問いかがですか。そうですね、まあ、先ほどちょっと途中だったのでいきますが、はい、池猫さんの質問でね、はい、キプサング選手、まあ、あの東京マラソンで素晴らしい記録で優勝しましたが、はいはいはい、もう原さんからの質問攻めだったというのを聞いて、はあ、とにかく何を聞きたかったのかということの質問が来てますね。あの約1時間半ぐらい町田寮でですね、はい、会話をさせてもらったんですけども、はい、やはりその国の事情ですよね、はい、どんなトレーニング環境で行っているのか、うん、それがまず一つ、まあ、子どもの教育ですよね、はいはいはい、小さい頃からどんな教育をされているのか、はい、国の事情で、もう一つは練習の個別のトレーニングではなくて、うん、仕組みですよね、流れ、全体の流れをどうそのマラソンに向けて、はい、まあ、例えば何ヶ月準備してマラソントレーニングしているのかというようなあたりをですね、はい、聞かさせてもらいましたね、はい、なんか私なんかは陸上の場合はどうやってもなんか普段の生活がもう練習になってるような気がするんだけど、そうなんですよ。だからね、あのキプサング君の息子がね、はい、6歳の子が片道6キロ通ってる、 それ日本人の子供なんだと思ったら考えた時にですね、これ勝てないよなっていうふうに思うんですよね。自然になってマラソンして通ってるっていうんだもん、ね、だから、あのキプサング選手自身は1日の最大走る、はい、一度に走る距離は45キロまでだったんですね、はい、そうなんですか。だから日本人の、まあ、名選手名ランナーの中には1日1回60キロとか70キロとか走ると日本人は聞いてますので、はい、それをキプサング君に言うとクレイジーって言うんですよね。あ、そうですか、楽しんでないって思ってるのかも。そうなんでしょうね。まあ、さらにこういう質問ですね、はい、秦野市の源太のしっぽさん、まず感想から、はい、原進さんとアコさんのトークを大変興味深く楽しく聞いております。ありがとうございます。で、原さんがスタジオに現れて、はい、挨拶など最初の場面を聞いていた感想、はい、ああ原さんって人は、はい、もう最初で人の心を掴むんだな。そうそうそう、すごいのそれは、はい、もう好印象を与える方で、はい、すんなりとアコさんの懐に入ってこられるということを感心しておりますと、はい、ましてやアッコさんに銀座に飲みに連れてってもらいたいなんて素直に言えますかって、あ、そういうところも含めてとっても魅力的な方ですね。ちょっと言わせていただけますか、はい、普通飲みに行きましょうでしょ本当にどうして私最初から払うっていう前提なんですか。それはそうですよ、ね、そうでしょ、稼いでますよアッコさんは多分、ね、給料制ですほんで、はあ、あの男と勘違いしてヒーロー僕らのヒーローヒーローって原監督おっしゃいましたから、あの答え、あのアコさんが寮母さんだったら箱根駅伝は ないですかっていう質問には答えてませんもんね。あ、そうです。いやいや、もう一時はですね、はい、下がるかもしれませんけども5年10年やるとピリッとするんで、もう中央大学6連覇をね抜くぐらいの勢いになるじゃないですかね。いやいや、なるほど。中央のね、本当にうちの役員が気にしてるんですけど、はい、こうマラソンって波があると思うんですけど、うんうん、この先生も原さんの場合も進さんの場合も、このやっぱりプレッシャーあるでしょ、負けられないっていう、こういうの気をつけてらっしゃるとかありますか。江戸川区の上政さんにも質問にちなんで、はい、テルキさんはですね、うん、あと何回勝てますかっていう、もうダイレクトな、わかんないけどねあの選手ギャンブルですよ、ある種、うん、選手にはですね、もう未来永劫、もう4連覇5連覇6連覇ことはないよねと、はい、ただ強豪校であり続けることはできるよねっていうような表現で学生たちに
指導させてもらってるんですよね、はいはい、優勝一番ずっと続けることは大学スポーツの中で毎年人が入れ替わりますからね、これは非常に厳しいと。だけどもいわゆる強豪校、まあ、5番以内ぐらいに入り続けることはできるよねっていうことを、ね、学生に伝えてるんですよね。いかんせん卒業するからね、はい、生徒を入れ替わりしまして駅伝というスポーツは一区間でも本当にダメだった場合、そう4人で走んだからさ、うん、1人がね、石木くんもこの間一色さんだっけ、あ、これ4人っていうのってことですか、あ、4人じゃなかった、なんだっけ、オールを袋5人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 10人ですね、なんだっけ、こう倒れそうになられた方、一色さんでしたか、7区ですね、7区、田村ですね、あ、この間の箱根駅伝に関してはですね、そうですね、箱根駅伝、そういう方も急にね、いらっしゃるわけですもんね、はい、これは難しいと思いますよ。これは全てに通じる質問かもしれませんが、ひろあきさんはですね、はい、生徒がスランプの時、はいはいはい、気持ちが乗っていかない時、うん、なんと声をかけるんですか。これはなぜ乗っていかないのかというところをまずはいろんな角度で探り当てるようにしてるんですよね、はい、もう単純に、調子が悪いのか、はい、あるいは彼女に振られたのか、はい、あるいはご両親に何か不安なことがあったのか、はい、本人が勉強がね少し悩みがあるのか、うん、なんでそういうことになってるのかをまず、同級生とか先輩とかあるいはうちの神さんとかいろんな人にね、はい、尋ねながら本人と向き合うようにして、そこがわからないのに頑張れ頑張れ言ってもですね、これ頑張れないですよね、はい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 、あ、じゃあもうオールマイティの相談を相談に乗ってるというか、そうですね、やはりその一つのポイントで悩むというようなこともありますし、はい、まあ、いろんな悩みが蓄積して本当に病んでる場合もありますし、はい、だからそこのポイント をちゃんと押さえてあげないと、はい、的外れなことをアドバイスしてもですね、やっぱり学生奮起しませんからね、はい、でもちゃんとそれを受け止める学生がいるってのがいいです ね、 そうですね、なんだよこんな親父の言い方とかって取るのもいますし、はい、人取り方ですから、私とっても失礼な質問です。また私もこの世界に今年の10月で、50年目に入るんですよ。で、私はもういろんな人から相談を受ける方なんです、意外に。それでみんなに言ってるのは、お前たちは楽だよとかって言いながら、売れれば売れるほどうちらは孤独になるからって言うんですよ、うん、はい、それがやっと分かるようになってきたのが 2,3 人いるんです、はい、孤独でしょうがない。で、私がその売れてるとかそういうことじゃなくて、腹進む自体 の、 この奥様いらっしゃいますけど、私にも旦那いますけど、悩みとか生徒たちの悩みとかいろいろ聞いてると思うんですよ、はい、でも上からの、まあ、圧力はないにしても信頼とか受けてるとき、自分がいっぱいいっぱいになったときはどういうふうにして発散されてるんですか、はい、まあ、一人になることもありますし、はい、まあ、どこかの出かけてですね、はい、部屋の中でまあ、ホテルとかね、はい、一人になって悩、はい、一人になって落ち着くこともありますし、はい、まあ、アッコさんとかですね、うん、いろんな業界の活躍された方と、はい、飲むとかおしゃべりするとかすることで、はいはい、なんか共通する悩みって絶対あると思うんですよね。そうです、はい、で、共通する学ぶべきものが何かがあると思うんですよ、うん、やっぱりその業界でトップに立たれた方は何らかしらの苦労とか、はい、やっぱりチャンスとか、はい、ポイントを抑えて上がられてると思うので、はいはいはい、だから異業種の方とですね、はい、何かをしようと思いますね。やっぱりね、陸上仲間同士だったらですね、うん、これ傷の舐め合いとか、そうですよね、はいはいはい、分かるような気がする。だもしかしたらそういう意味ではアッコさんにとっても原進さんという全く違うジャンルの人の話っていうのは、本読んでて面白かったから、うわこういうの聞いてみたいとかね、この人が悩んだ時はどうするんだろうみたいなやはりアッコさんからも私いろんなことを今日初めてお会いしてパッとなんとなく感じる部分が先日ながらあるんですよね。だからやっぱり二十数年間ねこの家の生活、あ、二十数年間になってますもうすでに間違ってるちょっとお若く言われ男か女か分かれへんしさもう酒を奢ってもらおうとしてるし番組は二十何年この番組はね、はい、何かこう苦労されて培った何かが多分あるんじゃないかな。でも結果人ですよね。そうですね、ビルカーネギーじゃないけど人が動かすか人が、まあ、上とか下関係なくもう監督も生徒に教えられることもあると思うんですよ、はいはい、で生徒にこんなとこ見せられへんみたいな、でその中で日本人の一番好きな奥さんが大変って言うけど奥さんも大変だけど子供の成長が楽しいとかさ、まあ、いろんなことが
り合いがプラスにも逆にマイナスにも働かせますよね。徐々にいろんな方がですね、はい、こうまあ寄ってくると言いますか。そうですね、これちょっと怖いですね。今まで聞けなかった話が聞ける時もあるけど、そんなん教えていらんわいうのもありますもんね。あ、そうか。うん、それの取捨選択も自分に問われてるわけですね。そうそうそう、とにかく、まあ、記録は破られるためにあんねんけど、うん、もう次にもう勝って当たり前になってくると辛いのよ、はい、そういうプレッシャーみたいなものってのはやっぱいくら話で自分がやるわけじゃないからね。そうですね、だから選手だから、うん、だから僕逆に選手にはプレッシャーを与えないように、うん、私自身がプレッシャーを感じたらいいという、まあ、防波堤になってあげたいなというふうな思いが、徐々に学生がすごい可愛くなってきたですね、ここもう数年はですね。自分自身がね、あの一番可愛かったんですけども、最近は正直は学生が可愛くなって、昔なんか真田広之に似てる言われたらしい、ね、もう少し痩せた時はですね、うん、いや、いい男ですよね。そうです、そうです、うん、いやだからあの生徒たちの話出ましたけど、はい、中野区のポーポーさんはですね、はい、選手たちが原進監督へ何か要望ありますかという質問に対して、はい、ダイエットしてほしいです理由ですか、胴上げが重いです真田広之さん、いやここ3年間で私最近まで一番太ってましてですね、うん、まあ、嫌になってくるんですよね。あ、ちょうど優勝してからや、気が抜けてですね、 いろんな美味しいところにもね、いろんな方に連れてっていただけるようになりましたので、はいはいはい、3年で一番太ってるんでね、もうスーツこの間買いに行ってもですね、ワンサイズ大きくなってるんでですね、やっぱりスーツは青山ですか、そこまで青山に行って、それは別に、そこは別ですね、まだオファーは来てませんね、まあ、いやもうコマーシャル来ますよ、コマーシャル来ますよ絶対、そうですよね、スーツ着るなら青山からさ見える青山を応援するぞちょっとだんだんノリがもう変わりすぎるからさ、そこの後ろの方に私移してくれますね、ちょっと何便乗しようとしてるそうですか、うん、他にどういう面白い質問とかあったら、はい、もう他にもいろいろ来てますよ、めったんないですから、もうお忙しいんですから原監督、はい、いや選手から教えられたこと、あるいは忘れられない選手はいますかという、なんか大田区のバカ爆走さんからいただきましたね。最初はダメだったけどすごく伸びたとか、また脚光を浴びなかったけどこんないい選手がいたとか、何かありますかという。いや、それはもうやっぱり僕は何度も同じこと言うんですけどね、やっぱり一期生の彼たちと歩んできた道のりですね。特に3年目に一番僕大惨敗して自分の契約が切れる時があったんですけどね、はい、その時に一緒にもう1年やりたいというふうに思ってくれたんで、はい、まあ、それだけはもうずっと心に忘れないようにしておりますね。そういうあの卒業した彼らとその同窓会みたいなそういうのはやるんですか。明日、まあ、優勝パーティーがありますので、はい、まあ、そこで、多くのね、まあ、また胴上げありますね明日絶対あるよ、ね、部員全員で。そうですよね。でも本当に原さん2004年からも指導されてるわけですけど、はい、ちょっとこれちょっと真面目な質問なんですが、はい、船橋市のさくらさんですね、うん、原監督は6年前の3月11日の震災があった時は何をされていたんですか。また東北出身の選手もいたと思うんです、そういう選手のショックや動揺大丈夫でしたか、はい、心のケアはどうされたんでしょうかという質問も来てますね。ちょうど2時過ぎにですね、青山の本学で、記念式典があったんですよ、はい、何だったかな、まあ、記念式典みたいなのがあったんですけど、青山の方にいらっしゃる、青山の、いや町田にて、町田もう出ようという瞬間だったんですね、はい、その時グラグラグラっと来てですね、はい、もう大変なことになったんですが、ちょうどその前の日だったかな、入寮した高橋君っていうね、はい、東松山出身の子がいたんですね、はい、で実はそのお姉さんお亡くなりになったんですけども、はい、もう入寮して1日目だったんですけども、はいはい、メールでやり取りして大丈夫かと、いやメールがお姉さんが来てるから大丈夫っていうふうに監督、私とその高橋